それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、サンモに出演のジャーナリスト青木治氏に劣等民族だから笑発言の真意を尋ねるべく、週刊誌が直伝してみた結果、笑完全にダブスタなどの声をお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、劣等民族で大炎上のジャーナリスト青木治氏に週刊誌が直伝してみた結果はロタワラなのであります。以下引用。記事タイトル、劣等民族発言で大炎上、サンモに出演のジャーナリスト青木治氏に真意を尋ねるべく直伝。9月16日立憲民主党の米山隆一衆議院議員が X を更新。一定の人が自民党に投票する理由はわかります。それは決して劣等民族だからではなく、我々は正々堂々その理由に打ち勝とうとしています。劣等民族などという考えた方は、なんであれ極めて差別的で決してリベラルなありさまではありません。こう持論を展開したことが大きな話題になっている。米山氏は直接言及していないものの、ことの発端は9月12日配信の YouTube チャンネルポリスタテレビの番組報道読み解きフライデーにゲスト出演したジャーナリストの青木治氏の発言だった。同番組の MC の津田大輔氏が9月14日に開催のイベントを告知した際、そのテーマに掲げられた人々はなぜ自民党に入れ続けるのかという内容に青木氏が反応したんです。まず一言で終わりそうだよと前置きした青木氏は、津田氏に何ですかと聞かれると、劣等民族だからとジョークっぽく発言。このやり取りが X などで拡散されると瞬く間に大炎上する事態になりました。政治担当記者 X では、青木氏のみならず同席していた津田氏にも批判が殺到している。なんという品のない連中だろうか。自分たちが間抜けだから支持されていないのに、それを大衆が馬鹿で劣っているから支持しないのだと責任転嫁する。ヘイト発言をこれだけどうどうという青木治。日本人には何を言っても許されると思ってるのか。さすがにこの差別発言は許されないと思う前から、青木氏はおかしいとは思っていたけれど、テレビに出演していい人ではない、サンデーモーニングはいつまでこの差別主義者を出し続けるのか。青木氏が TBS 系の報道番組サンデーモーニングにしばしばコメンテーターとして出演していることから、苦言は同番組へも波及している状況だ。炎上騒ぎになっていることに対し、青木氏はどのように思っているのか。発言の真意などを尋ねようと本人の携帯電話に取材を申し込んだが、取材は受け付けていませんとのことだった。以下略、引用終了。全文はソースへ。炎上騒ぎになっていることに対し、青木氏はどのように思っているのか。発言の真意などを尋ねようと本人の携帯電話に取材を申し込んだが、取材は受け付けていませんとのことだったとのことですが、取材を受けるかどうかは自由なのかもしれませんが、日頃から公共の電波を使っているサンモニというテレビ番組に出演している立場であり、普段は政治家に説明責任がと要求するジャーナリストさんが自身の発言に責任が取れないなどあっていいのだろうか。言葉を生業にするジャーナリストこそ発言に責任を取るべきではないだろうか。いつになるか分かりませんが、次回青木治氏がサンモニに出演する際にその真意など何か語るのか気になるところですな。ところで日本人学校の10歳児童が襲撃された事件の続報です。以下引用。自民党佐藤正久氏、現地日本総領事館によると、 C 国襲われた男児多被亡、本当に悲しい残虐な事件、日本国民が殺丸された、6月に続く事件、これは少なくとも時間任せではなく外務大臣が先頭に立ち動かないといけない事件だ。記事タイトル、中国襲われた日本人学校の男子児童多被亡、日本企業への影響も。C国南部広東省の深圳で日本人学校に通う10歳の男子児童が登校中に刃物を持った男に襲われた事件で、現地に駐在する日本の総領事は19日未明に男子児童が多被亡したと明らかにしました。C国ではおよそ3ヶ月前の今年6月にも
東部の江蘇省蘇州で日本人学校のスクールバスが刃物を持った男に襲われ、日本人の親子が怪我をする事件があり、現地では警戒が高まっていただけに衝撃が広がっています。以下略引用終了。全文はソースへ。まず亡くなられた児童のご冥福を心からお祈りいたします。邦人の安全のためにも日本政府には早急に対応していただきますようお願い申し上げます。自民党小野寺逸典氏が X にこのようなポストを行っております。以下引用。自民党小野寺逸典氏、 C 国深圳で登校中に刺された日本人男児が死亡。まだたったの10歳。本当に悲しく許せない事件です。背景は分かりませんが、先日の蘇州で日本人学校スクールバスが刃物を持った男に襲われた事件といい、靖国神社への侮辱行為など C 国政府による反日教育によるものが根底にあるとすれば深刻です。まずは邦人の安全策の徹底が必要です。政府に対応を要請しました。引用終了。先日の C 国訪問で超党派の日中友好議員連盟の二階俊博会長は、若い世代の交流が重要だとして日中間で修学旅行を推進していくことを提案してますからね。こんな荒れってる国に大切な子供たちをどんどん修学旅行に行かせたいとかおかしいやろ。ほんま今回のような事件が起きたとしても、これでも日本人を修学旅行で C 国に行かせたいですか。外務省は C 国の渡航危険レベルの引き上げと在中邦人のうち子供や配偶者の帰国指示や推奨を出すべきでは。また来日しての C 国観光客の横暴な行動なども問題ですよね。極端かもしれませんが入国規制などの対応もすべきでは。この話題へのネット民の反応がこちら。賛否の声。以下引用。おいおい、名誉世界最高民族としてそこは受けろよ。こういう人たちって日本人に対する差別は差別じゃないって本気で思ってそう。青木氏から取材を受ける方は、取材は受け付けていませんと返せばいいですよ。これを保守界隈が言ったら真意尋ねるとかする前にボコボコに叩くくせに、なぜかリベラルわらな自称ジャーナリストわらだと違うんですね。まあ何も語らずだんまりでしょう。差別ヘイトを乱用する政治家市民団体活動家はなぜだんまり。日本人が黙っているからって調子に乗るから自滅する、いつものやつです。逃げ切れるとでも、これからメディアに顔出すたびに大変だよ。ジャーナリストとして説明責任を果たせ。今週の三文字が楽しみになっている。自分にイラつく。さてさて、今週末の三文字はどう擁護するのか。スタジオには呼べないからリモート出演でもさせるか。今週のサンデーモーニング、番組表に青木治の名前なし、変更ありのお断り付きだけど、これで三文に出たら TBS 来炎上必至だけど、どうするかね。わら訂正や釈明があるか、あるいは沈黙を貫くのかは青木治氏次第。いずれにしても今後の青木氏の発言の信頼性やメディア対応に影響を与えることは確かなはず。優秀なら出てきて説明してください。ジャーナリストなんでしょ。これで他人説明責任発言の真意はとか偉そうにサンデーモーニングで語るんだろうな。自分たちは一切批判されることは許さない貴族なんだよな。引用終了。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。